はい、プレイしていきたいと思います。あるあるというわけでやっていきましょう。いきなり攻めてきたね。うわマジか、スザクの氷バージョンいるね。これ欲しいな、スザクの氷バージョンは。さすがにここで迎え撃てるかな、中入ってきてるかな、もうできてるかわからんな。いやあいつじゃねえ、こいつら無視で。スザクの氷バージョン優先しましょう。シバ来た、これ来た、これシバ。じゃあこれで雷落とせます。やっておしまい。エレパンダ、え、早く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 、ライトニングストライク、ドッカーン、トライサンダー、あトライサンダー無理だ、トライサンダー無理、トライサンダーにしとこう、トライサンダーにしとこう。どう入ってる、入ってなくね、ダメージ。待て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 、シバシバシバ、入ったか今、シバ入ったな、じゃ入ってない、よしよしよし、ちょレジェンドリー、レジェンドリー、シバにはレジェンド効かない、マジ、うわお願い、シバ入れたい、よっしゃシバ捕まえた、神速だ、しかも撃っちゃった撃っちゃった撃っちゃった、ノリで投げちゃった、神速のシバ来た、もう十分だよ十分だよ、もう神速のシバ捕まえたら十分だよ。パレの体液こう拾った、シバどこにいんだろうな、まあ雪山だよな間違いなく。うわシバ欲しい、いや見つけたかったな、ここでここで会うより先に見つけたかったな、悲しいな、ネタバレだよなこれ本当、この襲撃イベントよくない、よくないよこの襲撃イベントは、完全ネタバレだよ。よいしょ、でもまあ芝、新速の芝ゲットできたんでよしとするか。よし待って、録画できてるよな、録画できてるよな、おえーできてる、さすがにな、新速の芝はでかい、マジででかい、オラオラ系ゴミ。芝2匹捕まえれてたらいいけどな、でも1匹いなくなってた気がすんだよな、倒しちゃってはいないと思うから、多分捕まえてると思いたい、オスとメスだったから、芝ちょうどオスとメスだった気がするから、見てみましょう、見てみましょう。これは白カバね、うわ一匹しかいねえけど、ちゃんと神速だ、スザクと入れ替えるか、一匹倒しちゃったんだな、それともどっかいる、どっか隙間に入ってたりしない、ロストかの、いや隙間に入ってなさそうですね、テクノロジーどこだ、下にいてくれ下にいてくれ、いいところいいところ、いいねシーブは、ちょっとどうする、とりあえず芝のサドル作るけど、どうしようか、シバは今ちょっとレベル上げ、今から雪国行くんで今シバじゃないんだよな、
今日はね、このグレイシャルを加工しに行きたいんですよ。で、グレイシャル加工した上で、次回ぐらいかな、今までの因縁のあいつを倒しにして捕まえに行こうかなと。で、ちょっとね、見て、レジェンドスキャル10個作っておきましたが、火薬だ。火薬で弾が余っても解放してるんだっけ ?5 個解放されてるわ。アサルトライフル5対1だからね。うわ。インゴットがない。インゴットがない。鉄ないよな、俺。鉄使い切ったか、鉄ないんで、こっち行くか。どこだっけ、こっちか。ちょっと鉄ください、鉄。うわ、すごいことになってる、こっち。ちゃんとアイテムしまってよ。しまえてない、もしかしてこれ。卵しまえてない説ある。大丈夫？11。あっち3つ。上鉄。ああ、そうだ、鶏も見ないと。5個。苔5個。卵5個。うお、卵5個。頼むよ。ゲージ。スタミナゲージだった。見えたの。おいおいおい、戦闘始まったって。あっちから来るの。進撃、たどり着けないよな、確かな。でも無視でいっか。あとで、あれの経験値に、ね、来た。たまこっこ、気象の、ついに気象の、オスとメスが合ってればいいけどな。今いるのが、気象の職人の、違う、これか、オスなんで、どれだ、メスが出てきたら嬉しい。今の卵どれやねん、どこ行った卵っこ、やばい、卵っこ溢れすぎてる。これか、オスだからメスで、両方オス？メスで、あ、ちょうどいいやん。オッケー。で、これを捕まえて上に入れると、もう引っかかったかな、全員引っかかったら、スタミナがない、まずい。え、全然引っかかってなくね、それとも重なってるだけ。よし、いけ、雷アタックドカーン、経験値を稼ぐんだ。あっ、芝入れとけよかった、芝入れとけよかった。どこいんの、残り、残りどこいった。まあ、帰ってってる、どっかに引っかかってたっぽいな、途中に。結構な量いたのに惜しかったね。まあ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 、これで草木のない卵ができるんで、あとどうすんだ。とりあえず何も考えずにこの卵を増やすか、一旦。メス2になってるって一旦この卵をしまうか。草木はいらないんでしまって、これで分かりやすくなったんで、ほいほい、
この卵ここなんだ。持ってるやつの。なんか草木って書いてんかった今。草木の香りだわこいつ。草木の香りのする卵ここだわ。こいつだわ。一旦しまいの。じゃあ今いる卵ここ両方入れればいい。どこに？いなくね卵ここ。いなくね。メスを入れ直したからこっち。よし。これで今職人希少卵ここ量産体制が出来上がると。あとはこれで。突然変異でいい卵ができりゃ完成かな。 OK 卵ミルクアルビ。じゃあもうこれ5個ぐらい作っちゃっていいかとりあえず職人のもう1個だけ作って、その後に合成しまくるか、そいつに向けて。そうしよう。ユニバーストトラベルで帰りますと。でこっちでノーマルの精錬をして。11個しか作れなかった。何が足んないんだ。よし、じゃあグレーシャル行くか。ボールは58。もうちょっと持ってってもいい？よいしょ。5発だっけ、悲しい。セメントを作っとく。よし、レッツゴー。グレーシャルを探しに行きます。よし、できる、捕獲できるかな、ちゃんと。ノースイースト、ウエスト。よいしょ。ノースウエスト、こっち。なんかいないかな、面白いの。道中で多分ここら辺もね、洞窟探せば隠しがいそうな気がすんだよね。夜だな、洞窟の入り口見つけんの。松明が2本立ってるやつ、あれを見つけないと入り口見つけきれないと思う。あとは運ゲーだよな本当に。これは倒しときましょう、アルゴイルのために。惜しい。よいしょ。一旦ちょいしまいで。これの上って冷たいのかな、大丈夫なんだ。よいしょ。金の鍵、熱。金の鍵は熱。よいしょ。誰だこれ。実行犯がおる。ただの NPC かと思ったら、モンスター的なやつだったわ。これ？もっと左下だな。おわ、待て、そこ鉱山。でも実行犯いるし、だるいし、いいか。もっと居場所あるよな多
ここかな？ここだね。どこにいるんだ？ダンジョン系？いや、この先だわ。あ、いたわ。向こう側行こっか。車線切れるもんが多いから。ちょっと宝箱は後だわ。まあ前回火のやつを捕まえたんで、そっちへ行きましょう。多分行けるでしょ。え、待って。ちょ待って、グレイシャル。ちょ、大丈夫かな、グレイシャル。ちょ待って、HP が、HP があいつより多いんだが。ちょ、ダメだったら帰りますよ。そうだよ、よく考えたらレベル一緒じゃん、あいつと。うわぁ、でか。とりあえず行くか。とりあえずボルカイザーぶつけてみて考えるか。死んじゃう可能性あるな、怖いな。どう？ダメそう？あ、ダメそうだな、これ変えるか。あ、これ、これまずいやつです、変えましょう。逃げろ。逃げろ。よいしょ。ふぅ。あ、待って、ワンチャンあいつ飛べないのでは。ワンチャンあいつ飛べないのでは。これ引き狩り的なことできるんだよ、こいつ。この位置だ。ありえる、ありえる、ありえる。どういった？見失った？もう新しい品種になった。どういった？うわ、新しい HP が2000増えた。HP2000 増えた。無理かな。無理だな。グレイシャルは諦めよう。うわ、絶対この雪にさ、レベル47のどっかいるよな。ちょっと飛んで探してみるか、入り口。あのノリだったら多分道がある。あ、こいつは倒そう。ミスター、これ、お、いい。いい。これ何？パロイルでしょ。うわ、パロイルないのか。パロイル期待して倒したのに。どうしようかな。マップからちょっと考察して探してみるか。そうするか。チルテと。ちょっとパンもらえなかった。マップから考察してみよう。よいしょ。まずファイヤーのところ見ますと、ここだね。ここで入り口、ここでこっちの入り口がこっからここ来て道をたどった先に入り口があった。なるほど、ここだね。こっからこう行って、いやー、こっから入り口がないんだよな、そもそもの。ここちょっと行ってみるか。ここちょっと行ってみるか。あ、ダンジョンがある。ダンジョンのレベルチェックしてみるか。よいしょ、45だっけ。行ってもいいかな。全然モテるもんね。
45行ってもいいな。うん、耐熱金属はまあ45行ってみるか。行こう。雪山ダンジョンばっかり入ってんね。うわ、採掘用のやついないな。が、うお、ボルカノンが、あ、違う、フロストカノンが、40。じゃあ俺は採掘でもしとくか。余裕あるかな。え、ダメ？やばい結構。ちゃんと回避しないと俺死ぬ？あ、いいかも。捕まえるならいい。無理か。捕まえれるならそれでもいい。捕まえれるならそれでもいい。もう一回まで。来た。あ、ずれや。よいしょ。実行犯倒してよ。の間に実行犯どっかおったやん。違う、採掘はしなくていいよ。実行犯倒して。いいね、強いよ。ボルカイザーいいね。あり。よし、捕まえてよかったね、ボルカイザーは。あれ、ドロップなくね。いっか。ボルカイザーとアヌビス。ボルカイザーとアヌビス最高。45、47、やっぱ強えな。47だな。なんじゃおりゃ。変な場所にたどり着いたね。凍っとる。チェスト部屋ねえかな。報酬チェストでいっか。報酬チェストで十分か。そうだな、そうしよう。戦ってよ。シルキーヌ。よいしょ。おお、そういう攻撃もするんだ。はい、どっか。素晴らしい。よく燃えました。どっち行こっかな。三つ股だね。待って、チェストがある。金の鍵さっき拾ったような。使った？いや、2個ある。3つあるわ。開けます。電子ヘル持ってるし、なんかレベルついてる。あ、レベルついてた。ちゃんとついてるわけでもないって言おうとした。ついてた。どっちだこれは。これ正解ルートなのか。うわ、寒そう。宝箱部屋行ったんで、ボス部屋でいいな。あとはボス部屋でいいっすね。ボルカイザー乗れるようにしちゃおっかな。とりあえずこっち覗くか。お、ニャンバットだ。お久しぶり、ニャンバット。うわ、強そう。最初お世話になったもんな、こいつにな。
どうなんだろう。やっぱボルカイザーとかの方が強いよな。 3% しかいかない。ああそれそこで使っちゃうんだ。2400ダメージでかい。寝ちゃったぞあいつら。なんか一発でかいのいってほしいな。雷いくか。レベル足りないかな。違う、もっともっと範囲攻撃っぽいの。それ避けちゃった。お前うそー、避けちゃった。避けちゃった。痛そうで下手くそすぎん。バルジウムしか落とさんのか。倒した意味、採掘した方がいいやん。経験値か。よいしょ。おチェストありがてえ。来た意味あったわ。何これ、なんかいる。ライトニングストライク5000、最高。範囲広いし。え、銀の鍵落とした。足速いのか分からんな。よいしょ。待ってさて、レビトラ乗れないんだっけ。誰がいるかな。見える？いやなんか複数いるな。見えるな。チルテトだ。チルテトだ。どうしよう。やっちゃっていいよ。どでかいの一発かましちゃっていいよ。どでかいのからな。開幕どでかいのから頼むよ。やって。はよ。大丈夫。やっていいから。攻撃。よし。うわ、それじゃない。なるほど。待って、お前ボスだけ倒したくね。お前最悪だ。ボスだけ倒しちゃったあ、まだ生きてるボス。待ってクリティカル出すね。マジやばいやばいやばい、それやばい。おお耐えた。次のまずい、次のまずい。大丈夫。ちょ一旦チェンジする、一旦チェンジする。あ待って、こいつまずい。強いのしかいねえな。強いか、大丈夫か。やばいやばいか。くそ、イルパンダ君君た。ちょ安全牌でこう安全。あれあれ、ベルトさん。あやばい、行方不明だった。ん、いた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 。いた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 。よし、降りてしまう。だってレジェンド使う？レジェンド使っても微妙だな。
うわ嘘だろ、レジェンド使ってしくるのは嫌だな。危な、危な、打ちすぎた。もう一回レジェンド行くよ。1%って何パーな、なんで 1% で捕まえられるん。防御のペンだと2。お、霊感ウェア2、いいね。よしよし。うわ、出待ちまず、出待ちまず。じゃあ A パンダいっちゃえ。一貫挨拶してこようぜ。うわー、ダメだ。マジか、倒せないのか。ダメだ、エレファントじゃダメだった。寝てる時の不意打ちぐらいしかできねえな。ファイヤー、あんま落としてなくね。でも経験値はでっけ、4000。さすがにあいつ、超おいしいもんな、多分経験値も肉も。よいしょ、かわいそうだな、おいつばっかり食われて。よいしょ、でもしゃあないや、パロイル落とすんだから。俺はダンジョン探しの旅に出てるんだと忘れてた。ダンジョンじゃない、ボス探し。いや、夜過ぎちゃったな。そこら辺にさ、入り口あってもいいと思うんだよな。ヒエティが2匹おる。で、さっき倒したやつらだよな。スザックで、やってで、これヒエティ捕まえてみる。死んじゃった。ヒエティどうなんだろうな。こいつレベル高いんだよな、ヒエティ系乗れるやつの。何なんだろう、優秀なのかな。お前どっか捕まえれるんだ。死んじゃったわ、残念。まあいい。この先ちょっと慎重に松明を探しながら飛びます。見当たらないな。鉱脈があるね、鉄もあるな。松明ない。この鉱脈マーカーつけとっか。ついてるかな、もうすでに。ついてないな、よいしょ。 1,2,3,4,5,6,7 個ある。ただあるのはこれパルのやつなんで、一旦アイテムしまってからでもよかったかな。どうしよう、一回雪山越えるか。雪山
かの壁に入り口とかないかなとか思ったけど、探せんかったね。探せんかったな。なんかないかな。おお、危な。びっくりした。降りるつもりはなかった。拾うだけだった。ヒヤッとするよ。お？ここちょっと怪しくないか。怪しくないか。ただの拠点作れるスポットみたいなノリか。拠点おすすめスポットみたいなノリだな、多分な。いや、そうでもないわ。囲まれてなかった。あれ、巨大卵もしかして。よいしょ。デカ卵でした。お、金の鍵、金の鍵集まってきたの。でかいな。お、あのチェストは、こいつらって燃やしたらどうなる。あー、微妙。いて、痛い痛い。あ、死ぬわけないからね。これでいこう。いや、まず雷範囲一発当ててからか。範囲攻撃が弱いもんな、これ。ボルカイザー。でも攻撃の間隔は短いよね、だいぶね。いいクールタイム、短いスキルを持ってるのかもしれない。ほら、ペース良くない？そう言ったら止まる。でも、いやいや、悪くない悪くない、全然悪くないペース。ご苦労ご苦労。ポンプ式ショットガン掛け2、掛け陣じゃない、レベル2。え、待って、芝を見つけてないってどういうことかな。ちょっと待って、芝を見つけてないってどういうことかな。芝を見つけてないぞ俺。存在は知ってるのに見つけてない。夜かな、もしかして。夜の可能性ある。うん、ワンショットだ。ワンショットや、ワンコンボ。夜かそこか。一旦上先行くか。くー、やば、やべえな、ここ。登っても無駄な気もするけど、登るか。マップは埋めときたいかもね。よいしょ。ここの段階で回復したい。できないか、もしかして。できた。よいしょ。なんもないか、やっぱり。ただの山だな。頂上に卵ぐらいはある。卵はない、ない。待って、どこだっけ。これ坑道の入り口知ってる気がする。どこだっけ。ここかな。ここに坑道の入り口あった気がする。ちょっと後で行ってみよう。あのマシンが持ってるやつが入り口に突っ立ってたところは、あれ坑道の入り口だったかもしんない、今思えば。あ、これまずい。そこでいいか。
いや、引っかかるか、これ大丈夫か。ね、どっか引っかかって。うわ、引っかからない。あ、そこで大丈夫。絶対引っかかる。降りて大丈夫かな。よし。今の危険だったかな、もしかして俺。死ぬ可能性あった。ボルカイザレベル49なんだ。よう捕まえたな。やべ、49と50の差はでかいんだな。第気になんだよな。なんか試合が行われそうな台だよな。全部のところ行ったらあっちでなんか起きるのかな、イベントが。伝説のパルが伝説のパルちょくちょく地域別にいるもんな。超伝説のパルがいるかもしれない。ヌーとかいう名前のパルがいるかもしれん。ヌー2かもしれんけど。あー、ダメだ。じゃあ飛ぶか、あっちから。よいしょ。たどり着けるかな。これ、飛び降りれる？あ、そこ乗ったまま行けたっけ？頭いけるよな。ここの下に坑道の入り口あった気がするわ。俺の記憶正しくあれ。俺の記憶正しくあれ。うわ、坑道の入り口じゃねえのか。ただ松明があるだけか。うわ、あるあるある。闇商人じゃない。うわ、忘れ去られたってことはどっちだ、これどっちだどっちだ。なんかいるか。寒くて引き返したんだっけ。なんかいるよな絶対。それとも遠目に見てもう帰ってきたのか。つけばいいのこれ。つかないわ。何がいたっけ。マーカーつけてるってことは引き返したんだろうな。確かにいるわ、オーパオ。確かにいるわ。目の前にいたわ、オーパオ。そうでした。すいませんでした。なんだよ、オーパオかよ。来たから捕まえるけど。やって。まあ HP は多いよな。まあまあな。ボルカイザー HP いくつな。だ、防御力の高めな青パオとかだったら時間稼ぎにいい気がするよな。レベル46か。なんかさ、あっちの真ん中なんかない。あ、違う、アイディ君じゃないか。あ、待って、俺のタケ来ないで。どう、全然ダメだ。さすがに属性有利だったらボルカイザー圧倒的に強えな。倒しちゃうこれ、大丈夫？やばいか。あ、まずいか。一旦通り抜ける。
イロリな。いてえよ。しこた。あっぶねー。もうちょいなんだよな、削らんと。やばい。やばいやばいやばい、それ当たりたくない。来たか、来た。耐震構造。前もいなかったっけ、これ。アンダーウェア通過ゲージ、マジか。通過ゲージめっちゃ取るやん。あれ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 、溢れた。ご飯。うわ、パンケーキ結構食ったな。パンケーキ結構食ったな。よいしょ。ピュアクォーツは石板だっけ？あ、石板じゃない。回路だっけ？ポルカイザーも穴掘れたっけ？穴とか採掘。お、やってるやってる。やっぱあの亀とは全然違うな。あいつ圧倒的だもんな。ボルカイザー乗れるようになった方がいいかな。強いなこいつ。出口どこだ。こっちか。帰りましょう。レビドラ、レビドラ微妙か。レビドラチェンジか。よいしょ。エレパンダがだんだん強くなってきてる。エレパンダのレベル上げたいな。もっと猛攻だっけこの猛攻だ。もっといろいろつけたいなこいつに。いや今からレベル上げるの厳しいな。うん、で帰るか一旦。レベル50はマジで準備しないと無理ってこと分かったな。49と50の差がえげつねえわ。なんで食べろ食べろこれ。違う違う違う。降りる降りる。よいしょ、しまう。よし食べた。違う、パンを入れて。よしでしゅー。ん？おかしくない？どこだ？あ、あったあったあった。見えなかった。テッシュテッシュ。どうだっけ？こちら。で、入れて。もうパルジウム拾えたのでいけえな。なんとか邪魔だな。あとアンダーウェアがいっぱいあるんで、あれっすね、ちょっと雪山で死んでもどうにかなるな。巨大防御、ポンプ式ショットガン、レジェンダリーとかの本欲しいな。そろそろ巨大卵孵化しないかな。チリザール。インベントリまずいかな。インベントリというか、あれ
まずい気がすんな。そろそろなんか詰まってきてそうだよな。まだ大丈夫か。まだギリ大丈夫だ。ギリ大丈夫。混ざり始めたら終わるから。巨大。いらねえ、ほんと。木切ってるのありがてえ。石掘ってるのありがてえ。取るわ。さすがに取るわ、それは。危ねえ。移動できないかと思った。よいしょ。もうどうなった？もうこれでダメだってダメだな、もうこれやめよう。もうこれやる意味が全くない。全くない。卵にする。来た、巨大。ちょっとどれだっけ、スプレッドシートを開いていきます。でグランモス、あー、なんでグランモスが生まれるの。それから山っとこ、グランモス、そうじゃないだろう、そうじゃないだろ。でも絶対やりたいのがあってさ、シワとイグニス混ぜたいよな。シワとイグニス混ぜてみたいじゃん。モコロン引っ込めようもん。モコロンいいわ。社畜系ここか。モコロンと、気象法じゃないな。キラキラ、ここだ。あ、混ざった。これだっけ。よいしょ。ね。うざく。どこ行った。一回はやりたい。あれ。いたいたいた、芝。芝。一回は混ぜたい芝。どっちだこれ、オスとメス。メス。じゃあ、オスの、オスの巣作を探そう。突撃？いやー、プレイヤーの攻撃 10% か。モチベーター。プレイヤーの作業。伐採リーダー。いや、足早いスザクいねえかな、マジ。足早いスザク。力持ちキング。足速いスザクおらんかな。ちょっとスザク探しに行ってこよう。もう一匹。今日のス、あ、待って、何これ、気づかんかった。ジオラーバなるもんがいるわ。でボルカイザーの方が上だっていうね。もうボルカイザーでいいじゃん。そしたらジオラーバって強そうだけど、めっちゃ。今日のアヌビスはいいや。今日のこいつ、今日のスザック、一回待ちで、ワンチャンスザック売ってるかもしれないしな。新速、素足こい、早いな。それ周りのスザック売ってるかもしれないしな。あれ、いない？あ、いた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 。よいしょ。買いに来たよーん。普通買う。いやー、いらないかな。マスクロ飛ばなさそうだし。よし、行くか。
新作やばい、まずい、まずいって、バカ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 、衣装人に喧嘩売れなんてなんてことをしてくれてんだよおめえは。マジびっくりした。まあ、売らなくなったらどうすんだよ闇商人が。やばやばやば、闇商人倒さなくてよかった、間違って、ヒヤッとするわ、危な、見た今の闇城に。待って、ボス戦の音なんで、あ、ただの戦闘、ただの戦闘行って、今の闇城にあれ持ってたぞ、ミニガン、えぐつかさ、めっちゃスザク多くない？スザクのボスしか見てない時に限ってスザクめっちゃ多いんだけど、なんかボスいそうじゃない、ここいないのか、オアシス、見ならしゴールだけど、よいしょ、拾っちゃった、拾っちゃったじゃない、降りちゃった、拾ったのは拾ったやん、どこ、この先、そこら辺にいるはず、チェストのそばじゃない？いないわ、過ぎてるわ、いた、お、HP4000 だって、激アツ、激アツかどうか知らんけど激アツ、水で行こう、水で、やっておしまい、いろいろしとこ、しまっちゃった、なんとなく反応してしまっちゃった、何今の攻撃、トゥントゥントゥンって、やっぱ強えな弱点属性って、だいぶ変わるんだな、あとレベルも同じだからちゃんとダメージ入るのか、いやそしたらやっぱさっきのジオなんちゃらな、あいつもしかして防御力めちゃくちゃ高い可能性あるんだよな、ジオってついてるぐらいだから、なんか地中地面属性バリッバリの地面ついてそうだもん、なんか硬そうな雰囲気を感じる、やばい、もうちょい削れるかな、よし、もう一発まで削れると思うけど、 25HP 松明にしとこう、レジェンドスピードでいいのかな、よいしょ、もうレジェンドスピードの意味ないんだよな、マジこれで取り逃してたら、だったらこれでよくね、数打てばよくねっていう、ギガスフィア投げちゃうぞお前、おいおい
よし、レジェンドが良かったな。こうなってきたら、もっと捕まえる方法あんのかな、ちゃんとした。で、6パーって100回投げて6回成功ってことだもんな。きついよな。50回で3回パーセントがうざすぎる。打ったら弱えの捕まえるためにこんなことしてたのか。俺は何個投げたんだよ。こんなんじゃ伝説捕まえるのに何個必要なんだよ。伝説捕まえるのにレジェンドスフィア100個ぐらい必要なんじゃないの。いやマジでそんな気がしてきてしまった。マスクローやろう。5人を確保します。よいしょ、届け、届かない、見つぶせ。マジか。よし、あれマスクロー、マスクロー寝てないか。マスクローじゃね、犬妻だ。犬妻も骨落とすかな、皮かな。調べるぐらいだったらちょっとやったわ。へえ、雷じゃないか、雷じゃないか。お、いいな。ダメだ、これじゃないわ。関係スラック捕まえるか。混ぜたいもんな。ロビートーラー、イエス、行ってしまえ。そう、そいつをやってしまえ。おま、正座に外したな、お前な。いい、いいよ、いいよ、いいよ。あ、わっ、何を攻撃するつもりな、お前は。ダメだ、こいつ一生当たらん。当たった。倒しちゃったし、倒してない、倒してなかった。いやー、3パーなんだな。違う、いいよ、次のスダック行って。2種類のスキル売ってるよね、あれね。あっ、危なっ。あと1発当たったら死んでたわ。いや、これ混ぜて何も起きなかったらつらいな。神速のあれでよくねってなるな。混ぜるのが先だったか、試すよ。厳選なんかより、混ぜるのが先だったな。帰って混ぜよう、もうこれ終わったら。うー、何もついてない。よし、帰ります。混ぜましょう。なんなら一旦混ぜてから行ってもよかった。なんかできそうなの、卵待ってる間に。とりあえず変なのが混ざらんように。レスだけいっぱいいんだよ。やるか、結構簡単に削れるしな。やっていいよ、やって。
と。痛い。さすがにか。今なんかひるんでたもんな。いや、背面チャンスでかい。今当たったと思った一発。よし。倒しちゃいそうだな、もう。ボールなくなっちゃう。倒しちゃった。はい。倒しちゃいました。もう、ちゃんと攻撃するなとか命令入れるべきなんだろうな。すげえ。アロリオとビリリオの仲良くしとる。めっちゃ楽しそうにしてた。くっ、もうボールがないって。ボールがないんだって。なんで俺は走ってるんだ。クルトリがやって、うわ、マジ物欲センサー的なもんあるよな。探してる、まあ探してる時も結構いるんだけどね、スダク。いるんだけど、必要ない時に限って本当にすごい量いる。ここだな。ここにスダク捕まえに来りゃよかったんだな。まあいいや、帰ろう。ボールを50個ぐらい作らな。ボールを50個ぐらい作らな。セメントから。とりあえず。38個作るか。で、セメントもっと作ろう。パルの体液がないな。何からたくさん取れたっけ。なんかたくさん取れるのがあいつ気がするんだけどな。さっき何かから大量に取れんかったっけ。誰だっけ。誰か大量に落とした気がするんだよな。倒す気がなかったやつ。ご飯の消費えぐいな。かといって長持ちするツララジカ入れてもな。知ってるもん。外れなら知ってるもん。クラモスよいしょ。メス芝にオスのスザクを探そう。オススザクの何もついてない無印がいい。うわ、無印なんかついてる。マジ？いないとかある？猛禽はまずいかな。まあ、攻撃作業しないからあれか。ありか。よし、行こう。脳筋通訳。通訳と芝からサンダー生まれたりして。サンダーって言えないのか。芝、スザク。え、雷ってラムか。ラムでいいのかな。ライバードが。運搬中で止まっとる。
ラムっていいのかな、雷の神ラムって感じや。 FF 知識だけど。うん、こっち何、こっち何でもない感じ。暇してる。あ、ゼルクに混ざってるけど、それまずい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 。イグニックスが混ざってるって、イグニックス混ざってるって。ちょ待って、違う違うよ。芝こっちだよ。あぶねえ、あぶねえ。謎の何かができるとこだった。メスの芝、オスのなんだっけ、イグニクスじゃない、出てこない、スザク。え、スザク日本じゃん。じゃあ雷神とか、雷神も違うか。なんだろう、なんだろう、何が出る、わからない。これ投げちゃう。スザク、ラム。これで玉子っ子ができたら絶対優秀な玉子っ子しかおらんやん、こんな。優秀な玉子っ子しかおらんやん、こんな。よし、なんじゃこりゃ、布だらけ。繊維はいっか。お、ちゃんと運んでってる、こいつ偉い偉い。布、ペット足りてる、足りてるか、さすがに。ファーストトラベ、違う、もうちょい鉄持ってこう。鉄41ちょうどいいんじゃない。1個だけ残すとかあればいいんだ。まあいっか、どうせ入るよ。作ろっか、100個ぐらい作っちゃえ。あれ、あ、手持ちのミルク使ったのか、なるほど。小麦引いといた方がいい気がするな。持てたわ、マックス。いいよね、使っちゃって。これ以外に使う用途ないだろ、石なんて。逆に逆にこれのための石だわ。よいしょ、できた。うわ、できてる、早い、素晴らしい。え、あ、彼の体液、彼の体液誰だ。ちょっとね、開始前に海行ってきたんだけど、海はね一個ずつ落とすのがいいかな。ちょっと後半のレベル帯でなんか落とすの見てみるか。
パル図鑑下から見ていこう。グレーシャル、あ、下4つの伝説揃ったね。これあれか、危険地域か。あ、じゃあサンダーいないじゃん。もうサンダーエレパンダじゃん。もう飛び物じゃなくてもサンダーになっちゃったや。なるほどな、あそこにしかおらんわ。あ、不明馬、え、おらん、おらんわ。芝、え、これどういうこと。どういうことだ。こいつがパルの体力落としてたんだね、大量に。え、どういうことだ。え、どういうことだ、今言って。え、夜でもないし。だ、芝の、祭壇みたい、祭壇というかなんかボスエリアみたいなのがあんのかな。でそこでしか手に入らないといけない。デススティングって誰だ。あ、生息地域は見れるんだ。もうこれで見かけたら、なるほどね。捕まえてない。ケルピスどこで見かけたっけ。いるよな普通に。ここにいる。やっぱこいつの雷バージョンがいるな、こいつらの。それか氷か雷がいるな。いつ見つけられるか。骨と皮、あ、骨と皮か。パルオイルマジでないんだけど。うわ、芝塚前に行きて。芝が野良でいたら芝行ってたな。スナペントっすね。スナペントシーペントってもこいつらしかないわ。ここにいる？あ、スナペント。なるほど、砂漠のやつか。ちょっと見に行く。2だったらいいけど、時間的にまあ今日これを見たら終わりにしようか。スナペントを探しに来た。宝箱多すぎる。あ、いた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 。すごい。よいしょ。ファイヤー。見て、そ、何個だ。1個だ。じゃあもうこうなったらあれですね、あそこに行っても一緒だな。なんだっけ、海岸トリタス。やっておしまい。待って、めっちゃダメじゃん。ってよかった今。採掘した。気のせい？あのチェストまで見るか、さすがに。目がバッテンになってる。かわいそう。かわいそうとか。はい。バッテンの時はぐるぐる？芝
しめ縄。だったらペンタンでもいいまである。どっか乱獲できる場所ねえかな。これいいのスキルいらんか。2落としたぞ、2落としたぞ。スプリットファイヤー、エアキャン、まあファイヤーでいいか。2落としたけど数がいないから、これぐらいだったらいるわ。美味しいかもしんない。まあまあ、あり。いやでもこれだったらあっちの方が早いな。今度右下の石みたいのちょっと気になる。卵かあれ。いや痛い痛い痛い。拾って帰ろう。よし、でしゅー。ドケラン打ってこま、来そうだからやめた。あいつら怖い。グレーシャラ無理。グレーシャラじゃない、あいつら2匹いるもんな。2匹いるのはやばいって。一番最後のボス級だわ。7個か。よいしょ。ご飯取っていくか、とりあえず。よいしょ。もう一個ぐらい拡張したいな。それなりの餌袋。大きな餌袋。巨大な餌袋。いいね。作ろう。巨大極大。あ、ちょっと待って、これさ、そのまま作れる。あれ、解放するだけでよくって、作らなくていい。前回のいらなさそう。マジか。いらなかったわ。そうなんだ。あ、ちゃんとこれ落とせんだな。大切なものなんだけども。もうできたの早いね。できたわ、前回法。よし、過食症止まらんなこいつマジ。大丈夫か。何が、何がなくなってこうなってんだ。何がこうなってんだ。ちょ、麦はまずいってよ。こうじゃどうしようもねえし。25でどうにかなるかな。なんないよな。42ってこれ2個分なんだよな。産地下がりにくくなるだけで、あんまり強くないな。大してだな、大して。なんかもちといい料理ないのか。ミルク、サラダ、
キノコ育てれないのかな、キノコ農園できないのかな。つららじかの支柱、レシピ一緒だもん、レシピ増えたりしないもんな。ないよね、レシピ。うん、ない。農園作ろっかな。レタス、トマトがっつり育てて、サラダにする？ちょっとそれもありかなって思っちゃうんだよな。今ちょうど溢れてるからさ、いけるんじゃね？前はあれだったけど、春の体液使うのマジ。というわけで、じゃあ今日はここで終わりたいと思います。俺はこれから海辺に行ってパラの帯域を漁ってきます。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。いや、明日でいいや、明日遊ぼこ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。レシケでした。どうしよう、どうしよう。ちょ、念のためベリー焼いときます、こっちで。待って、6000いけるんかい、いけるんかい。取ってきた1000ぐらい、よいしょ、これぐらい。というわけで、静止でした。